皆さん、こんにちは。囲碁の棋士、マイケル・レドモンドです。この動画では布石の基礎を解説します。布石というのは、囲碁の序盤のことですね。まっさらな5番から始まって、1個ずつ石を配置していって、中盤の展開を予想しながら1手ずつ打っていくということですね。まあ、布石を打つという、この言葉は、布石を打つという 一般的な言葉にもなって将来の展開を予想して準備をしていく下準備をするといったような意味で布石を打つという一般的な言葉もありますねもちろんこれは5から来ました5には布石と中盤と終盤がありますけども中盤や終盤ではある程度具体的にどんな結果が生まれるか計算できる部分が多いんですけども布石では、えー、変化が たくさん残されているので、具体的に計算するのはまあ人間には無理というくらい変化が多いですね。なので、えー、絶対にこの手が正しいという手は少ない。けども、一応考え方の目安といったような、まあ、基本的な考え方がいろいろある。それをこの動画で解説していきます。まず、布石というのは、 13路盤では最小の数手から十数手ぐらいですね19路盤になればもうちょっと長くて30手前後だと思いますが布石では3線と4線を中心に考えていきます3線は今色がついた5番の端から3つ目の線ですねこの線が3線 そしてこちら真ん中の方が4線ですねこの2つの線の上に石を置いていくっていうのが最も普通の考え方ですそれはなぜかというと以前にも軽くお話ししたことあるんですが例えばこの石を打ってこの辺りを黒はある程度コントロールしてるんですがこれを例えば実際の字にする時に最終的には縦横に囲っていくことになるんですが それを実際に図にした時例えばこのように黒は中央から囲いますねこういう2つの壁を作るんですがこの時こちらの2つの境界線は五番の端ですから作らなくていいんですね2つの方向から境界線を作れば字になるわけですそれを例えば辺でやると同じ6目でも 少し手数が多いですね。黒の石が隅の方では、右上の隅の方では、これは6個使いました。こちらの辺の方では、これは9個を使って同じ6目を作りました。つまり、既にできている境界線はこちらだけで、3つの方向から囲うことになったわけですね。さらに中央で同じ形を作ると、 こういう、こうなりますが、これは14手かかりましたね。14個黒石を使って同じ6目ですから、まあ隅で6個だけ使うのと、だいぶ効率が違いますね。隅で少ない手数で字にした方が効率がいいわけです。まあ実際に最初からこうやって縦横に書こうわけではなくて、もうちょっと石をパラパラと打つんですけども、えー、隅の方が字にしやすいという、まあ一つの例ですね。 そういうこともあってこの2つの3線と4線の2つの線上に打っていくっていうのが圧倒的に多い一般的ですねこれは13路盤でもそうですが19路盤になってもそれで問題ないですねさて具体的にじゃあ黒の1手目はどこに打つのが普通かと言いますとここに打つと星という手ですねこの手ともう一つはこれがこれは小目という 場所ですね、この手を小目というんですがまあ一説によればここの辺りが、まあ、目という字に見えるから小目なんだという説もあります。これは定かではないんですけどもまあこういうふうに覚えておくと覚えやすいかと思います。またここの場所がもか数値とかここの場所が高くというふうに名前が付いていて。 まあこれ全部この目「目」「目」という字は囲碁・予語ではよく「もく」という発音になるんですけどもこの「目」の字があって「小目」「もかずし」「高目」という名前がついているというふうに覚えておくとなんとなく話が合っているのでこの「打つ場所」の名前が覚えやすいかと思います。この星と この星と顧目という2つの場所が圧倒的に人気です。そこでちょっとお気づきかと思うんですが、私がこう隅で一点目を打つときは、決まって右上の隅に打ってますね。これは語にはまあ礼儀といいますか、いくつかのこう習慣があって、それを合わせてちょっとここで紹介します。まず、 面と向かって対局するときどちらが黒番で先に打つのか同じレベルの人が対局するときにどちらが黒石を持つか決める必要がありますねこれは握りという作業があります握りというのは白石を持っている人の方は石を一握り握ってで黒の方が当てるという作業ですもともと白石が手元にあった人が 握りをします黒石が手元にある人は偶数か奇数かを当てます当たったのでそのまま黒番です握りで黒番の人が決まると黒は一手打つわけですがこれは一応右上の隅に打つ決まりになってます。まあ実を言うとここの隅に星打つんだったら ここの星打っても、ここの星打っても、どの隅の星を打っても、これは手としての意味は一緒ですね。他に碁石がない場合は、これは全く変わらないです。だからここに右上の隅に限定しても、黒の選択肢を減らしたことにはならないと思います。一般的にこの右上に打つっていうのが決まってる理由として、まあ礼儀なんですけども、 白の人が向かって5番の上の方ですね。この画面だと向かって5番の上の方に座っている形になりますから、白の人も右手を伸ばして、自然とこちらですね。こう、例えばこちらの隅に打ちやすいように、黒番の人から見て5番の左側、白番から見て5番の右側ですから、右側を開けとくということですね。右側を開けといて、白が打ちやすいようにする。 まあ多くの人は右利きですからそうなったんだという話がありますまあ私に言わせるとね語というのは挨拶から始まります対局の前によろしくお願いしますとあの頭を下げますけども慣習通りにここに右上に打つということはまあ挨拶の余韻を残してまあいい語を打とうという気持ちの表れとしてみんなやってるということだと思います小目の場合は ここに打つことになりますけど、これもまた、あの、こちらと手の意味は全く同じですから、5番の右の方に打つということで、だからそうすると、この三角形の中に、から手を選ぶということになります。5はどこってもいいゲームなんですが、この1点目だけは、礼儀として右上の方に打つということですね。 ちなみに今の三角形の中にこの5番の真ん中も含まれていますて、えー、これは天元といえばそうですけど天元に打つという対局も今までいくつかありましたこれはそんなに人気の高い手ではなくて、えー、どちらかというと白の方は成績がいいようですけどこういった手ももちろん打っても大丈夫ですさて黒が隅を打った後どうなるかというと ほとんどの場合は白も一つの隅を選んで打ちます。囲碁にはいくつかのことわざがあって、えー、囲碁格言というんですけども、囲碁格言の一つで一に空き隅と始まる格言があります。空き隅というのはまだ石が打たれていない隅のことですね。この局面では、えー、この三つの隅が空き隅になります。白はこの場合ね、ここに 打てば対角線ですけども、ここに打てばあの黒石の横なので、少し意味の違う手になりますね。同じ星でも、まあ、例えばこの図だとこういうふうにお互いに斜めになるのとに対して、えー、こちらですと平行型になりますね。だからこれは白は自由に選んでいいんです。で黒も空き隅で打ちます。白も空き隅で打って、 語の場合はまあ、ほとんどと言っていいでしょうかね。多くの語はこのように4つの隅を取って、そこから戦いが始まるといった感じです。ちなみに私は星と小目の組み合わせで打ってきました。その他によく打たれる手でと言いますと、この三三などもよく見かける手ですね。これは星と小目ほどの人気はないんですけども、まあこの隅に対しての コントロールが非常に強い代わり中央に向かってはちょっと遠いという、えー、プラス面とマイナス面がありますこの手も見,見かけるしそれ以外でしたらまあもかずし高木なども、えー、打ってもいいんです面と向かって打つ時の作法から隅の打ち方まで紹介しました この動画ではここまでにします。また次会いましょう。